太陽の塔は、森美、登る義彦の長編小説。2003年第15回日本、ファンタジーノベル大賞受賞。受賞時のタイトルは、太陽の塔、ピレネーの城である。2003年12月に新潮社より刊行された。現在は、新潮文庫に収録されている。文庫版解説は、森美がファンであり、彼女自身も森美のファンと公言する、元上まな美である。 この小説は、京都大学の男子学生が、振られたかつての恋人を、観察と、研究という名目で追いかける筋立てである。主人公は決して、未練からのストーキングと認めておらず、あくまで、なぜ、自分は彼女に一時期とはいえ、あれほど心を奪われたのか、なぜ、彼女は自分を袖にしたのかという疑問から、研究するという、青春小説である。あとに、 山本周五郎賞を受賞し、直木35賞の候補にもなる森美のデビュー作である。大森望は森美との対談で、兄弟生の実態をリアルに描くと、マジックリアリズムになると評している。ファンタジーノベル大賞では、鈴木浩二を除く4人の選考委員が推薦しており、井上久は選票で、美点満載の文句なしの解作と絶賛している。 京都大学農学部の5回生で現在自主休学中の私はかつての恋人水尾さんを研究すべく観察し240枚にわたる大レポートを書き上げていた水尾さんから一方的に研究停止の宣告を受けながらも自らの調査能力と研究能力そして想像力をフル活用し研究を続けていたそんな中水尾さんを追いかける もう一人の男、遠藤と出会う。遠藤は、あらゆる手段を使って、私の研究を妨害するが、私も負けじと報復する。ある日暴漢に襲われそうになった、私は遠藤に助けられ、遠藤から水尾さんを追いかける理由を聞かされる。やがて季節はクリスマスになり、市場河原町でええじゃないか騒動が起こる。ありがとうございます。